ベアトリクス・シューバは、オーストリア出身の女性フィギュアスケート選手。1972年、札幌オリンピック女子シングル金メダリスト。オーストリアアイススケート協会会長。登録名トリクシー・シューバ。札幌五輪1967年から、オーストリア選手権で6連覇。1968年グルノーブルオリンピックに出場し5位。 1971年、1972年、ヨーロッパフィギュアスケート選手権と世界フィギュアスケート選手権で優勝。1972年札幌オリンピックで金メダルを獲得。同年引退し、プロフィギュアスケーターとなる。2002年から2006年までオーストリアのアイススケート協会の会長を務めた。1972年当時、 フィギュアスケートのシングル競技は、コンパルソリーフィギュアとフリースケーティングしかなく、ベアトリクスは規定を得意としていた。1972年の札幌オリンピックで、ベアトリクスは規定で1位、フリーで7位となったが金メダルを獲得する。カナダのカレン・マグヌセンとアメリカのジャネット・リンは共に、フリーで2位と1位であったが、得点比重の大きかった規定で出遅れたことが響き、総合で、 カレンは銀メダル、ジャネットは銅メダルに終わった。このことがきっかけとなり、翌1973年シーズン、規定の比重を下げることを目的として、規定とフリーの間にショートプログラムを導入するに至った。後に規定は1991年シーズンをもって、男女シングルから完全に廃止された。トリクシーシューベ実績アーカイブド2011年3月16日。 アットザウェイバックマシントリクシーシューベ経歴アーカイブド2011年3月15日アットザウェイバックマシンありがとうございます